アストン・マーティンは、イギリスの乗用車ブランドの名称である。また、自動車自体やブランドを所有する企業である、アストン・マーティン・ラゴンダの通称である。メディアを再生するウェールズのセントアさんにある、アストン・マーティン・ラゴンダ・プロダクションテクノロジーセンター設立以来イギリスを代表する、高級スポーツカーメーカー。創業以来高価格帯のスポーツカーを中心に、生産しており、 品質を重視し、美しさを追求する車作りを一貫して手掛けている。イギリスでは数少ない民族資本の高級車メーカーであり、1960年代より愛用しているプリンス・オブ・ウェールズからロイヤル・ワラントを授与されている。モータースポーツでも長い伝統を持ち、1959年には世界三大レースの一つであるルマン24時間レース優勝と、 世界スポーツカー選手権制覇を果たした。現在も FIA 世界耐久選手権の LM GTE クラスに参戦しているほか、F1 では、レッドブルレーシングと提携しており、2021年からは、レーシングポイントを買収して、アストン・マーティン F1 として、ワークス参戦する予定。また、イギリスの長方部員を扱った映画、007シリーズでは、DB5 等が、 ボンドカーとして登場している。スポーツ1.5リッターに乗る、ズボロフスキー白尺インターナショナルアルスター DB1、DB2DBR1 ラゴンダラピード DB5、ボンドカー DB6 シューティングブレイク DBSV8、シリーズ2ラゴンダにブルドッグ V8 バンテージシリーズ5、ボンドカー。V8 バンテージザガートビラージュ DB7DB7、 ザガート DBQDBSV12 シグネット DB111913 年にロバート・バムフォードとライオネル・マーティンがレーシングドライバーでもあるルイス・ズボロフスキー伯爵の援助の下、バムフォードマーティンを設立したその後シンガーを改造して1915年に製作された1号車がイギリスのバッキンガムシャーの村アストン・クリントンで行われたヒルクライムレースで マーティンが成功を収めたことから、アストン・マーティンのブランド名が誕生した。1920年には、スポーツがデビューし、これを手にした講演者のズボロフスキー伯爵らが、数々のレースに参戦し、1923年には、市販が開始された。しかし1924年に、ズボロフスキー伯爵が、イタリアのモンツァサーキットでレース中の事故で死亡した。 ことを受けて倒産し、さらに翌年の1925年にも再度倒産し、マーティンが会社を去ることとなる。その後、1926年に、アウグストゥス・チェーザ・レ・ベルテリが参画し、1937年に、至るまで、インターナショナルや、アルスター、マーク2など、アストン・マーティンの名声を高めることに貢献する、な車種の開発に関わるほか、 1931年のルーマン24時間レースでは総合5位に入る活躍を見せるなど耐久レースを中心に活躍する。しかし、経営効率を顧みり見ない生産方式やモータースポーツへの多額の投資などが影響し、1932年には再度経営危機に陥ることとなる。これに対してアーサー・サザーランドが手を差し伸べるとともに、 1936年以降は収益に直接貢献しないレーシングカーの開発とモータースポーツへの参戦をやめ15、98や2リッタースピードなどの市販車の製造に専念することとなる。経営再建が進むと思われたが1939年9月にイギリスがドイツに宣戦線布告し第二次世界大戦が勃発したため 高級スポーツカーの市場がなくなった。さらに、イギリスが戦時体制下に入ったため、2リッタースピードを最後に市販車の製造を停止し、その後は軍用機の部品の製造に専念することで、対戦下を生き延びることになった。DB 第二次世界大戦終了後の1947年に、イギリスの実業家でトラクターをはじめとする、 工業機械などの製造業のグループ、デイビッド・ブラウン・リミテッドを率いるデイビッド・ブラウンの参加に収まり、さらに倒産した高級車ブランドのラゴンダを吸収合併した。なおこの際に、当時ラゴンダにいたベントレーの創設者で開発者でもあるウォルター・オーエン・ベントレーも、そのままアストン・マーティンに移籍し、ラゴンダのエンジンが アストン・マーティンに使用されたほか、以降新型車のエンジン設計に関わることになる。1948年には、第二次世界大戦後、初のモデルである、DB1 が発表された。さらに1950年には、ベントレーがエンジンを設計した、DB2 と、立て続けに、DB の名がついたモデルがデビューする。なお以降のモデル名には、デイビッド・ブラウンのイニシャルである。 bb が付けられるようになる。さらに、デイビッド・ブラウングループ参加に入ったことを強調するため、1950年代後半には、ロゴマークにも、デイビッド・ブラウン・アストン・マーティンと書かれることになった。モータースポーツ復帰、デイビッド・ブラウン参加で資金の調達が進んだことを受けて、第二次世界大戦後に復活した、モータースポーツへの復帰も行い、 1949年により、ルマン24時間レースに復帰しその後参戦を続けた。他、1959年と1960年には、2シーズンのみながら、フォーミュラ1世界選手権に参戦を行うなど、その活動範囲を拡大していった。ルマン24時間レースや、スパフランコルシャン24時間レースなどの、耐久レースではすぐに上位に食い込む活躍を見せ、 1955年のルマン24時間レースと1956年、1958年には総合2位に入り、1959年のルマン24時間レースでは、DBR1 がフェラーリア、ジャガー、ポルシェなどの競合をしりぞけて、総合優勝を飾るなど、黄金期と呼ばれる活躍を残し、モータースポーツにおいて高い名声を獲得した。 耐久レースをはじめとするモータースポーツへの参戦は市販車の技術開発に多くの貢献をしたのみならずモータースポーツにおける活躍をマーケティングに活かした。しかし市販車部門に注力することもあり1959年をもってモータースポーツの一戦から手を引いた。絶頂期1950年代後半から市販車部門に注力し 1955年には、アルビスやヒーレーのボディ製作も手掛けていた老舗コーチワーカーのキックフォードを買収し、d b に4マーク2以降のボディ製作は、ニューポート・パグネルにある、同社工場で行われるようになった。その後は、ボディ以外の製造も、ニューポート・パグネルに移り、イタリアの名門カロッツェリアである、ドゥーリングが特許を持つ。 スーパーレジチェーラー製法で製作された軽量ボディに新しい直列6気筒のエンジンを搭載した DB4 や同じく名門カロッツェリアであるザガートがデザインを担当した DB4 ザガートなど後に名車と呼ばれる高性能な新型車をデビューさせたさらに1961年にはラゴンダのブランドで大型4ドアサルーンのラゴンダラピードを発表したなお その後アストン・マーティンが発表する大型4、ドアサルーンのいくつかで、ラゴンダのブランドが使用されることとなる。1964年には、DB5 がアメリカ映画、007シリーズの007ゴールドフィンガーで、ボンドカーに抜擢されたことで、世界的な知名度を得て、1965年には改良型の DB6 を発表し、 最大の市場となるアメリカでの販売を伸ばすなど、絶頂期を迎えた。なお、1966年には、エリザベス二世女王が工場を訪問し、その後、チャールズ王大,大使に DB6 ボランテをプレゼントするなど、この頃より、イギリス王室メンバーのプライベートカーとして愛用されていくようになる。グループ離脱また1967年には、 完全な新設計の新型車、DBS や、同じく新設計の V 型8気筒エンジンを投入するなど、アストン・マーティンの経営は順調なまま推移していくかに見えた。しかし1972年に、デイビッド・ブラウングループが経営不振に陥り、アストン・マーティンを立て直し成長軌道に乗せた、デイビッド・ブラウンは、アストン・マーティンの経営権を手放さざるを得なく、なってしまう。 同年には、ウィリアム・ウィルソン率いる投資グループ、カンパニー・ディベロップメントに、わずか100ポンドで経営権が移り、モデル名から DB の文字が消えることになった。なお、これにより DBS は V8 と改名された。新しい経営体制下でも、デイビッド・ブラウン時代と同様に順調に経営が行われるかと思ったが、間もなく生産する各モデルが、 アメリカのカリフォルニア州などで施行された新たな排ガス規制法に対応できなくなったことから1974年にはアストン・マーティンにとって最大の市場であるアメリカで販売できなくなったこのために運営資金にも事欠くような状況になったため急激な経営不振に陥りついに関在人の手に渡った 1975年に入るとやむなく数百人の従業員を解雇し、生産を停止し工場を閉鎖するなど、再び会社の将来が危ぶまれる状況になった。生産再開1975年4月には、カナダ人のジョージ・ミンデンとアメリカ人のピーター・スプラーグ、イギリス人のアラン・カーティス、デニス・フラザー、ジェレミー・ターナーらからなる投資家グループと、 アストン・マーティン・オーナーズ・クラブによる救済ファンドに再度売却された。その後間もなく工場が再開され、100人ほどの従業員が再雇用されたほか、アストン・マーティン・ラゴンダ・リミテッドに社名が改められた。さらに、日本やアメリカを含む国際市場での販売計画が明らかにされた。なお、工場の閉鎖に伴う信用低下を受けた部品調達の問題から、 本格的な生産再開は1976年になった。新モデルの投入新たなオーナーたちから得た資金をもとに1970年代後半にかけて V8 の進化版である V8 バンテージや V8 バンテージボランテ、さらに1976年にはウィリアムズタウンズによる完全な新設計の大型4、ドアモデル、ラゴンダニなどの新しいモデルを次々と デビューさせた。さらに1979年には、意欲的なデザインの試作モデル、ブルドッグがデビューし大きな話題を呼ぶなど、数年にわたる停滞期を脱して、再生への道を進むことになった。さらにこの頃、経営不振に陥った、イタリアのランボルギーニの買収や、ブリティッシュレーランド参加にあった、MG の救済に手を貸すという構想もあったものの、 折からの不景気により450人の従業員を解雇せざるを得ないことになったため、このような拡張計画は破棄された。事業多角化1981年には、さらなる経営の安定を図るべく、石油開発及び流通企業のペースペトロリアムを経営するイギリスの実業家で、大富豪のビクター・ガーントレットに株式が売却された。 1970年代後期に起きたオイルショック以降の不景気を受けて、本業の自動車製造の方は不景気低迷を続け、再度従業員の解雇を行うことを余儀なくされた。ものの、他の投資グループからの投資も引き入れたガーントレットの元で経営は安定を取り戻し、1955年に買収したティックフォードのブランドでのエンジニアリング開発市会社を設立し、 フォードカプリアオースチンメトロの開発を委託するなど事業多角化を進めた。伝統の復興またがアントレットは再び007シリーズの新作007リビングデイライズに V8 バンテージをボンドカーとして登場させたり DB4 時代に提携関係を結んでいたイタリアのカロッツェリアザガートへの投資を行い1986年には ザガートとの少数生産のコラボレーションモデルである V8 バンテージザガートをデビューさせるなど伝統を生かした取り組みを行ったガーントレットの下で経営状態こそ安定したもののニューポートパグネル工場の旧大化した非効率な生産設備の更新や燃費効率が悪くもはや時代から取り残されつつあった V8 エンジンに変わる新エンジンの開発などの 長期的な経営に影響を与える抜本的な改革や大規模な投資はなされないままであった。フォード参加へ当時、ジャガーをはじめとするヨーロッパの高級車メーカーの買収を進めようと動いていたフォードモーターのヨーロッパ代表のウォルター・ヘイズとガーントレットがミル・レミリアに参加する王室メンバーによりイギリスで行われたパーティーで同席したことをきっかけに フォードモーターによるアストン・マーティンの買収が急遽決まり、1987年には、フォードモーターに、株式の売却を行い同社の参加に収まることとなった。なお、フォードモーター参加入りした後の1989年には、1980年代、中盤から計画が進んでいた、ビラージュが発売された。生産工程こそ、以前のままであったが、内装や、 伝送系には、フォードのものが多く流用され品質が向上した。改革の推進その後1991年に、フォードモーターによる買収が完了し、フォードから送り込まれた、ウォルター・ヘイズ率いるアストン・マーティンの新しい、経営陣によって様々な改革が主導されることになる。新しい経営陣の下で全く新しいモデルの、開発プロジェクトである。 NPX がスタートし、元レーシングドライバーで、ジャガーのレーシングカーの開発などを行ってきたトム、ウォーキン賞率いる TWR の手動で開発が行われた。1994年には、フォードの最新の生産技術が導入されたバンバリーに、ある、新工場で生産される新モデルが DB7 の名でデビューした。また、買収完了後に、フォードは、 デイビッド・ブラウンを、新生アストン・マーティンの役員として、再び招聘したことから、DB7 以降の多くの主力車種では再び、DB の社名を名乗るようになった。買収完了後もフォードが、多額の資金を注入したことで、1990年代に、入ると旧体化していた、生産施設の刷新や、 研究開発への投資の増加がなされ、その結果新しいエンジンや新技術を導入した新型車 DB7 やバンキッシュ DB9 などの投入を随時行ったこともあり、世界各国で販売台数が増加しようやく経営状態が安定するようになる。パググループまたフォード参加となったことで、同じくフォード参加のジャガー、ランドローバー、ボルボーカーズ、 デイムラーと共にパグを構成するメーカーの一つとなり、ジャガーやデイムラーなどを中心に部品購買の共通化による経費節減や品質の向上を目的とした部品の共有化も進められた。さらに2004年には WRC で活躍するプロドライブとのコラボレーションの下でアストン・マーティン・レーシングが設立され、本格的なモータースポーツへの復帰が開始された。 再度の売却、フォードの豊富な資金力を受けて、中長期観点からの投資が進んだほか、ラインナップの充実が図られアストン・マーティンの経営は安定したものの、アメリカ同時多発テロ事件以降の原油の高騰などを受けて2000年代中盤以降に、フォードの経営が悪化したことから、フォードはアストン・マーティンの売却を進めることになった。 その後売却先が絞られ、2007年3月には、プロドライブの創設者であるデイビッド・リーチャーズやクエートの投資会社2社などにより構成される投資家グループに4億7900万ポンドで売却された。なおその後、フォードのタググループは、ジャガーやボルボと共に消滅したが、アストン・マーティンの株式の一部はフォードによっても、現在も継続保持されている。 その後も DB9 の高性能版の DBSV12 やラゴンダニの後継モデルとなる4ドアモデルのラピード、さらにトヨタ自動車と共同開発した小型車、シグネットなどの新モデルを次々と投入したほか1-77などの意欲的な限定車も投入された。2012年にはイタリアのインベスティンダストリアルが37.5%の 株式を取得し、さらに2013年には、ドイツの自動車メーカー、ダイムラーとの提携を開始した。また2014年には、元日産自動車副社長のアンディ・パーマーを、経営最高責任者に迎え入れた。2016年には、メルセデス・ AMG から供給を受けたエンジンを搭載した DB11 を投入したほか、今後投入される。 新型車のエンジンは、アストン・マーティン製ではなく、メルセデス・ AMG から供給されたものが、搭載されると発表された。新車の製造販売のみならず、過去に製造出荷された自社の車両をレストアする、事業にも力を入れており、主に投資対象として、旧型車両を購入した、新興富裕層からの受注に応えている。 こうした取り組みもあり、アストン・マーティン社は2014年現在、歴代全出荷台数の9割が、実動車として現存しているとされる。また、FIA 世界耐久選手権の GT カークラスで、タイトルを争うなど、モータースポーツでも活躍を見せている。2017年のルマン24時間レースでは、最終ラップの最終コーナーで、レれコルベットを抜き、 逆転でのクラス優勝を果たした。さらに、フォーミュラ1への復帰も検討していると報じられ、2018年からは、レッドブルレーシングと提携し、アストン・マーティン・レッドブルレーシングとして参戦していた。2020年には、F1 ドライバーのランス・ストロールの父親としても、知られる、投資家のローレンス・ストロール率いる投資ファンドが25%の株式を取得して、 大株主となった。これに伴い、レッドブルレーシングとの契約は2020年で終了。翌2021年からは、ストロールがオーナーを務めるレーシングポイント F1、チームのコンストラクターを、アストン・マーティンに解消し、社のワークスチームとして61年ぶりに参戦する。DB4 ザガートと DB4。 DB5 DB6 DB V12 バンキッシュ V8 バンテージ1-77を DB8 が存在しないのは V12 モデルの DB シリーズが V8 と勘違いされないようにするためであるラピード DBR 4930年代より正規輸入販売代理店を経由して日本に輸入されていた第二次世界大戦後しばらくは 正規輸入が途絶え並行輸入が中心となったが、1965年に、コーンズが戦後初の正規輸入販売代理店となった。しかし同社との契約はわずか3年間で終了し、その後は日本レイランドや三井物産など短期間で複数の企業に変わったが、バブル景気期の1986年に、アザブ自動車が輸入販売代理店となった。 その後1994年にアトランティックカーズに輸入販売代理権が移った。2010年代に入りアジアパシフィック地域での事業基盤を強化することとなり、日本でも販売強化を図り、2015年1月5日には初の日本法人アストン・マーティン・ジャパン・リミテッドが設立された。その後2017年にスカイグループを 東京エリアの正規販売代理店に指名した。これを受けて、それまで正規輸入販売代理店として活動していた、アトランティックカーズは2017年3月末に、アストン・マーティン・赤坂は2017年6月末に、正規販売代理店契約を終了させることになった。2019年現在、東京のほか名古屋、大阪、神戸、横浜、広島、 福岡に正規販売代理店がある。ありがとうございます。